はい、淡々でございます。映画永遠のジャンゴですね。ご覧になった方、多いんじゃないでしょうか。映画館の方でもですね、大盛況ということで、少し延長して、映画の方も上映しようなんていうことも、ティアトルさんの方も言っておりましたので、ぜひですね、ジプシージャズとか、ジャンゴラインハルトとは何ぞやという方は見ていただければと思います。ということでですね、今日ご紹介するのはこちら、映画じゃなくてですギターなんですけど、こちらで、持っているギターですね。こちらフランスのジャンバローさんということで、まあ現在ですね、圧倒的に、ジプシーギターのアーティストたちがこぞって、使っている。当店でも新品ももちろん扱っているんですけど、なかなか、在庫が上がってこないということでね、注文待ちなんていう方もいらっしゃるんですけど、そんな中ですね、こちらの、映画でも実際にね使用されたジャンバローさんの作品ですねの、中の一つ、こちらがスタンダードとなりますけど、こちら、備品ユーズのですね、中古として入会いたしました。まだ本当に、全然使っていないぐらいの綺麗な状態でですね、フレットも全然減ってない状態でとっても綺麗でしょ。はい、トップも綺麗だし、はい、こんな感じのものなんですね。まあ少しピッキング傷があったりとかはしますけど、ほぼ新品といっても、問題ないでしょう。もともと新品で上がってきてもたまに傷があったり、ああなんていうこともね、ジャンさんの作品はあるんですけど、まあそんなのもありつつですね、ご紹介ということで、まあここに少しちょっと跡が、打痕の跡がありますね。あとは、ネック部分はこうやって見ながらね動画で説明しますけど、特にはないかな。制作の時の傷だね。あとここにちょっと打痕が1個あるかなっていうぐらいですね。そして、ヘッドのロゴは、鍵のロゴですね、ジャンバローのロゴが入っているような形の、ボディになってます。ネックはこうやって見てもらうと分かるんですけど、やっぱり彼の作品ならではなんですが、とっても太いです。これがね、細い作品ってまだ見たことないですけど、太いです。こんな感じになってます。ただね、太いんだけど握りやすいのが彼のいい、ところなんですね。とっても音が、ね、コンコンって言うんですよ。音の出方が本当右手のスナップで多分自由に操作ができるんでしょうね。非常にいいギターだと思います。
やっぱり、ね、このぐらいのギターになってくると本当に、アーティストたちがこぞって使うなっていうのもわかるんですけどね、非常にお値段もね、高騰しておりですね、今最も旬なギターということで、かなり、お値段の方も頑張ったお値段ではあるんですけど、ぜひ、備品の、中古っていうのはね、ほとんど数が出ることないので、ぜひこの機会にね、タンタンの方で試奏していただいて、気に入っていただければなと思っております。そんなわけでこちら、こちらはごめんなさい、サイドバックローズウッドのタイプですね、こちらのジャンバロースタンダードですね、こちら販売いたしますのでよろしくお願いいたします。タンタンでした。バイバイ。